ください。はい。いいね。じゃあ戻る？まあ、この通り行きながらどっか入るっていう。そうね。どこが良かった？すごい。でもちょっと松重行ってみたいけど。松重とりあえず行く？あんな空いてんのあんまないしね。ちょっと気になった。肉豆腐美味しそう。美味しそう。どうぞ。安い。200〜500ぐらいだって。めっちゃ安くない？うなぎ全部で。最高のうなぎ。すごい。買っても大変だもんね。ね。ルーカスに来週やるときここで買って帰るっていうのはありだよね。うん、めっちゃ安くない？すごい。そうするとまた元気になっちゃう。うん、たこ焼きもいいよ。いいよ、絶対に来たんだよ。なんか新しく、あ、でも近すぎるな。そこだから寒い。でもさ、あれ？そこも寿司と海鮮とかある、うん、多すぎない寿司が。え？これはどこ？庭、鎌倉さんって、あ、上だ、上だ、この上だ。すごい昔
止まってる。寿司っていうか、道場があるおでんセンター、謎のエスパルト、でも立ってないね。何かのか今日やってないんだ。怖すぎでしょ、こんだけ怖いんで。そしてあの人見に来てたよ、食べたら出てた、ここの立ち飲み屋、美味しいらしい。お疲れ様でした。